糖尿病に関しての予防です。予防と改善方法です。糖尿病はこの右側の肋骨の節が硬くなると糖尿病になるんですね。膵臓でできたアミラーゼ、インスリンがこの横隔膜を抜けてこの右側の肋骨から十二指腸に向かってインスリンが分泌されるわけですね。ここの部分が硬いとちょうど水道の蛇口を思い浮かべてください。鉄のパッキングとゴムのパッキング、どっちが調整しやすいですか？つまりここが硬いとそのインスリンが出なかったり出過ぎたりするような症状になって糖尿病になるんですね。まずはこの肋骨の縁、この部分を柔らかくします。この部分は膝からももの付け根の真ん中、ここに肝臓の系統があります。でそこを指の先で爪先を使ってこんな風に、人体的に言うとここに内側広筋と方向筋という筋膜があって、それが2つの筋膜がくっついて骨にくっついてるんですね。それを剥がすように、大腿骨からも剥がすようにすると、実はこの肋骨の節も柔らかくなるんですけど、さらにこの肋骨の縁ギリギリのところに硬さがあると、これが糖尿病の原因なんですけど、そこの部分の硬さは右の耳2センチ上から斜め前方に向かって爪先で頭蓋骨から頭皮を剥がすようにします。こんな風にね、糖尿病にかかってる人、ここはかなり痛いです。頑張ってやりましょう。こんな風にね、頭蓋骨と頭皮をこういう風に剥がします。これを1日3、4回、1回に3回ぐらいやると糖尿病は改善します。